水上人形劇は、ベトナム社会主義共和国北部の伝統的な人形劇である。11世紀頃から、郊外デルタ地帯の村々で行われてきた。1990年代に、同国の観光資源として見直され、ハノイとホーチミン市に人形劇を行う劇場が作られ、以来、観光スポットとなっている。ベトナム各地には、 伝統的な水上人形劇の演目が存在し、後進の人間に継承、あるいは復元されたものが上演されている。本来水人形の技術は、世襲的に継承され、演者となる人間は、人形の操作方法を部外費にすることを誓わなければならなかった。ベトナム文化省は、水上人形研究所を設置して、伝統の保護に努め、海外公演の助成も行われている。 舞台は、ため池などの濁った水の上に置かれ、水面が地面に見立てられる。すだれで隠された、舞台裏に回った人形のミサオ車は腰まで水に、使って演技を行い、歌と楽器の演奏に合わせて人形が動かされる。人形は長い竿の先に取り付けられ、糸によって首や腕を動かすことができる。人形の操作の習得について、簡単なものでは一年。 複雑なものでは5年の練習が必要とされる。それぞれの演目に物語的な一貫性はなく、様々なシーンの集合体として構成されている。上演される物語の多くは民話、伝説がモチーフとなっている。人形の動作には躍動感があり、舞台が水上である点が生かされている。演奏される音楽は、高賀デルタ地方の伝統的な音楽のほか 宮廷音楽の影響も受けていると考えられている。ホ安ンキエムコの古範では、毎夜、外国人向けの公演が行われている。また、2014年9月13日には、日本の横浜赤レンガ倉庫のイベント広場で、上演された。本来の予定では、同月13日と14日に、代々木公演で、開催予定だった、ベトナムフェスティバル2014で上演される、予定であったが、 同公演の課から、デングウイルスが検出されたため、同フェスティバルが中止となり、横浜での上演に変更となった。ありがとうございます。